ディフェンスももちろんパこのタイミングで当てるパンチもすごいんですけど、はい、いや一番は井上尚弥選手は心を読む力がすごいなと思いまおも面白い、はい、これ初めて聞きましたどういう心を読むってスパーリングやってても,も自分がコンビネーション打つじゃないですか、はい、でこうコンビネーションこう打つ前にもう手が置いてあるんですよ<ー>ブロックとかそこで止められないからもう打ってから次行くんですけど。 まあそこでもうすでに読まれてるのもあるし自分が何かアクションしようとすると先に動かれてるんですよねまあそれは打とうとする前からバックステップで距離外されたりとか手出そうとすると先に合わされたりとかその部分が一番たけてるのかなと思いますね。